はい、こちらがね、カマガン酸カリウムの流、水溶液です。もうちょっと近くで、はい、でね、これ濃い赤紫色をしていますよね。でこれを酸化剤として使うときには、気流酸で酸性にしますよね。はい、で気流酸で酸性にするんですけど、なんで塩酸じゃダメなのっていうことなんですよね。はい、そしたらですね、ちょっとこちらですけれども、これカマンガン酸カリウムね、水溶液は赤紫色です、濃い赤紫色ですけど、固体はねこう非常に濃い色で、 黒紫、分かりますかね、こう黒紫の結晶なんですね、固体ね。でこれにね、ちょっと濃厚な条件なんですけれども、これにさらに濃厚なこちら濃塩酸、これをね加えてみたいと思います。で今こちらなんですけれども、こちら分かりますか。はい、これ黒紫のはね、カマンガン酸カリウムの固体ですね。これがね、入ってます。はい、さてそこにじゃあ濃塩酸をね加えてみたいと思います。じゃあ行きますよ。じゃあ行きます。うわすごい、これすごいですね。これもうちょっと加えますか。じゃあ、はい、色分かりますかね。これ塩素が発生してしまいます。塩素の黄緑色分かりますかね。塩素の黄緑色分かりますか。でね、さてこれ塩素っていうと銅と反応するんですよ。銅をね、こちら今ちょっと加熱、ちょっとね加熱するのでね、しばらくお待ちくださいね。銅がね赤くなるまでねこう加熱しますので、ちょっとお待ちください。さてこのぐらいでいいかな。はい、じゃあ銅が結構ね赤くなるまで加熱できまして、じゃあこれを塩素の中に入れますよ。いきますよ。はい、じゃあ見ててください。はい、すごいですね。ほうほうほう。はい、こんな感じです。黙々と、ね。で、こっち、これ、炎色反応分かりますか？これ、煙。こんな感じで炎色反応ね。感じです。はい、ということで、カマンガン酸カリウム水溶液なんですが、塩酸で酸性にしてしまうと塩素が発生しちゃいますね。塩化物イオンが酸化されて塩素が発生してしまいます。ですからカマンガン酸カリウム水溶液は、気流酸で酸性にしないとダメなんですね。ちなみに硝酸で酸性にしてもダメですね。硝酸で酸性にするとね、硝酸が酸化剤として働いてしまいますのでね、還元剤と反応するのがカマンガン酸カリだけじゃなくて硝酸まで還元剤と反応しちゃいますからダメです。ですから気流酸で酸性にしましょう。それでは塩酸を加えた場合の反応、これを説明しますね。まずカマンガン酸カリウムというのは強力な酸化剤ですので、これによって塩化物イオンが酸化されます。酸化数は、塩化物イオンマイナス1からですね、こう0ということですね。酸化数の変化は、1しか変化しませんけれども、しかし塩素原子2つありますので、1×2 ということで電子の係数は2と、こんなことになりますね。よろしいでしょうか。はい。次に酸、カマンガン酸カリウムが酸化剤として働くという式ですね。こちらはマンガンの酸化数ですが、これプラス7ですけれども、これがプラス2に変化するということになりますね。酸化数の変化は5つということになりますので、電子の係数は5ということになります。あと、左辺と右辺の電荷を一致させるために、この水素イオンね、8個くっつける。この水素イオンというのはどこから来てるかっていうと、
塩酸から来ているわけですね。塩酸を加えていますので、水素イオンがたくさんありますね。まあ、その水素イオン、これを使うということになります。はい、このところはよろしいでしょうか。次に電子を消去するということですね。まあ、こちらは電子の係数が2と、こちらは5ということになってますので、まあこれを1の式を5倍して2の式ですね。まあこれを2倍するということですね。まあそうすると、で、この2つを足せば電子が消去されまして、まあこちらになります。まあこれがですね、イオン反応式ということです。まあ、実際に反応しているイオンということを考えれば、まあ、これで完成ということになります。で、まあ、この式を見て何がわかるかということなんですけれども、カマンガン酸イオン、塩素 Cl2 ですね。この2つは両方とも酸化剤として働きうるのですが、塩素よりもですね、酸化剤としてはカマンガン酸イオンの方が強い酸化剤であると、こういうことですね。このように、カマンガン酸カリウムの方が塩素より強い酸化剤である。ですから、カマンガン酸カリウムは塩化物イオンを酸化して塩素にすることができます。しかし、塩素はマンガン括弧2イオン、マンガン2イオンを酸化してカマンガン酸イオンにすることはできないということですね。まあ、別な言い方をすれば、塩素 Cl2 よりも強い酸化剤というものは塩化物イオンを酸化して塩素にすることができます。まあ、例えば、酸化マンガンイオン、酸性溶液中の酸化マンガンイオンを加熱した場合とかですね、あるいはニクロム酸カリウム、まあ、こういうものは塩素よりも強い酸化剤ですから、塩化物イオンを酸化して塩素にすることができます。さてよろしいでしょうか。はい、3番の式で一応イオン反応式は完成ということになりますが、化学反応式ですね、にしたい場合にはどうするかと言いますと、まあ、このカマンガン酸イオンとかね、塩化物イオン、水素イオン、あるいはマンガン、括弧2イオン、こういうものをですね、反対符号のイオンをくっつけて、化合物の式にするということですね。まあ、そうすると、化学反応式、まあ、イオン式を使わない化学反応式ができると、こんなことになります。じゃあ見ていきましょう。この3式の両辺にカリウムイオン2つと塩化物イオン6個を加えるということですね。さて、なんでカリウムイオンってどこから出てくるのということですが、カマンガン酸カリウム、これを使ってるわけですね。KMnO4。ですから、これを、まあ、水に溶かせば当然、カリウムイオンというものができるわけですから、水溶液中には当然、カリウムイオンがあるわけですよね。ないわけ。ないということではないんですね。まあ、そのある、もともとあるカリウムイオンをちゃんと書きましょうということです。これにつきましては、カマンガン酸イオンが2つありますから、それに合わせて、カリウムイオンを2つ、両辺に加えます。はい、こちらもですね。そしてですね、この Cl- と H+ ですが、塩酸ということを考えますと、この2つを合わせて塩酸16個にしたいということですね。ですから塩化物イオンが6個足りません。ですから、この塩化物イオン6個を付け加えまして、まあ、塩酸という形に HCl という、こういう式にしてしまいましょうということですね。はい。で、それに合わせまして、右辺ですけれども、こちら、塩化物イオン、まあ、6個ですけど、ちょっとこの4つ、塩化物イオン4つとですね、2つにちょっと分けました。はい。で、この4つの塩化物イオンは、この2価のマンガンイオン、マンガン括弧2イオンですね。これと合わせます。はい。で、そしてあと、この残りの2つの塩化物イオンは、カリウムイオン2つと合わせます。よろしいでしょうか。はい。以上をまとめると、このようになります。両辺にカリウムイオン2つと塩化物イオン6個を加えます。この二つ。これをまとめますと、カマンガン酸カリウムが二つ。そしてこちらをまとめますと、塩酸が16。あとこれをまとめますと、塩化マンガン括弧2、これが二つ。そしてこれをまとめると、塩化カリウムが二つと、こういうことになりまして、化学反応式が完成ということになります。